炭酸のお兄チャンネル始まるよ。オッス、ハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。本日は無色転生の最新話の感想&リアクションを撮っていきたいと思います。前回まで引き続きね、100再生以上&10いいね以上、撮れましたんで、ありがとうございます。今回の最新話と次のも、まあ多分絶対アップする。なんでかというと最終回なんですよ、次はね。はい。で、今回の話もびっくりしましたね。ということで見ていきましょう。ぜひ最後まで見ていってください。後半の方にはね、これ見終わった後にまとめ感想をやっていきますので、ぜひ最後まで見ていただいて、そしていいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。すごいね、モチベーションが上がりますので、ぜひご協力お願いします。では行きましょう。ここね、ちょっとなんか血がポタポタ垂れて、あれ？どうしたんだろうと思ったらね、ルーデウスの夢の中でしょうかね。なんかワイン的なものが落ちて、ボレアス家のこう屋敷なのかなと思ったらパウロさんたちもいるし、ギレーヌもいるからさ、あれ？そうで、ロキシーにね、エリスにシルフィーと、こうして見るとシルフィーちっちゃいね。まあ成長した姿を見てないから多分シルフィーはこう昔のまんまなんですね。エリスに関しては完全にロキシーの背を超えている。はい、このね、美少女、美少女ヒロイン3人がこう会話するとこ見てみたいですよね。こう死にかけて、まあ走馬灯的なものを、走馬灯っていうか、まあ悪夢を見ているって感じですかね。綺麗なこの竜人、なんだっけ名前、オルステッドか。そして目を覚まして、羨ましいエリスちゃんと添い寝中と。ちょっと光が邪魔だな、見え。光が反射してちょっと見えづらかった。これはね、人神は俺らもちょっとね、マルーデウス自身もよく分かってない謎の生物、生物っていうか謎の人物。人神から教えてもらったことを普通に話せるっていう。別に話すなとは口止めされてないからね。普通に話してもよかったよね、人神のことはね。受け辛かったことかね、ラプラスの呪いで。確かにこのね、エリスちゃんの表情、まあ俺は一回これ見終わったんで、この話をね、見終わったんで、ちょっとこうまた違う目線で見れるっていうのは、この2回見るっていうのは結構面白くてさ、あ、このエリスちゃんの表情はもしかしたらこう、後々に最後の方に出てくる決断に大きく関わってたんじゃないかなっていう。このルーデウスがちょっとまだまだ自分をこう磨く、とか新しい魔法を開発していく感じがさ、そして今回のこの、最終回一歩手前というのは結構いろいろガラッと変わる瞬間でもありますからね。この最終回に向けてのこの大事な場面といいますかね。そして久々に我が家に帰ってきた。残念ながらまだ母親だけは見つかっていないっていうね。まあ多分このクールでも見つかんないでしょうね、お母さんだけは。あとシルフィーか、シルフィーもちょっと無理そうだよね。いや、ワンチャンシルフィーとお母さんは一緒にいるのかなって思ってたりもしますけどね。まあでもお母さんもほらもっと冒険者だから、まあ、そうそう死ぬことはないと思うんですよ。元 A ランカーだった
ってたから確かね。ここがお前の故郷かな。ええ、本当はもっと綺麗なところだったんですけど、ね、確かにもう荒れ地になってる。見てみたかったな。お守りは必要ないな。世話になったな。僕は何もしてませんよ。マタイルクでもミリスでも。そんなことはない。お前は愚直な俺にいろいろな方法があるのだと教えてくれた。俺は全て覚えているぞ。デッドエンドと聞いて恐れることなく愉快そうに笑った冒険者の顔を、スペルド族と聞いても認めてくれたドルディア族との距離感、家族との再会に涙しながら礼を言ったシーローンの兵士も。それはルイジルドさん、あなた自身の力です。いや、俺一人では何もできなかった。戦争から400年、一歩も前進できなかった。その俺に一歩をくれた。でもそれはあくまで人神の。見たこともない神などどうでもいい。実際に俺を救ってくれたのはお前だ、ルーデウス。いやこのね、エリス。何よ。お前には才能がある。俺なんかよりもはるかに強くなれる才能だ。嘘よ。神の名を冠する者と戦い、その技を受けた。その意味は分かるか。その神も一目置いてるからね。そのね、オルステッドも才能あるとは言ってましたからね。このルイジェルドとそのオルステッドのもうお墨付きだから、エリスちゃんはどれだけ才能がすごいかっていう。お前たちを子供扱いするがいいか。あー、ここ目頭が熱くなります。いやー、ずっとね旅してた、後半のずっとね仲間だったルイジェルドがここでねお別れということで悲しいですね。もうほんと二人にとってはもう戦友でもあるし、お兄ちゃんでもあるって感じですよね。首飾りね。ではな、ルーデウス、エリス。また会おう。絶対あんたの力が必要な時が来る。言いたいことはたくさんある。言葉にできないくらいたくさんの言葉、たくさんの気持ち。別れたくない。仲間だという気持ち。また会おう。そうだ、また会えばいいのだ。元日本人らしくね、頭を下げる。じゃあ今度はエリスちゃんが住んでいた、土地に行きますね。そこでびっくりなのがねえ、ギレーヌさんがと思って、普通にいたと思って。びっくりしたわこれ、ほんと。と思ったの。なりました。これも聞いたとき、と思ったもん。間違いないので、
まあ、おっちゃんはね、こう、ザーンってやられたから知ってる。うわ、これ悲しいよな。うわぁ。そっか、親父とお母さんが。責任もクソもですね。災害じゃん。天才だよ天才。あれは多分エリス様をめかけとして迎え入れたいとピレモンのとするメイダントさん。アルファンス、貴様はあのクズの話に乗るつもりか。クズでもメーカーです。そんなことなど知らん。お前はエリスのことを考えているのか。私が考えているのはオレアスケとフィットーリョーのことでございます。そのためにエリスを犠牲にするつもりか。必要とばらば。エリス、こんな奴の言うことを聞く必要はない。本当だよ。逃げて幸せになる。病人はどうなさると。お前が何とかしろ。エリス、少し一人にさせて。エリス、そう、聞こえなかったの。名前がシャーってなって。知り合いか。そっちの死亡者リストは見たのか。ないですね。ならば生きてはいるんだ。どこにいるかを知らない。どういうこと？名前がシャーってなってて、で死亡者リストになかったら、まあどっかで発見されてるってことなのかな。連れて行かれたけどさ。無理だよこれ耐えるの。これはね多分無理だと思う。どんなやつでも気になる女の子がこう迫ってきたら。これって興奮してるってことよね。ちょっとね、下のブレードがこうなって。いや、そんなことないでしょう。何回も襲おうとしたんだから。いや、すごい成長してますね。15歳でそれはもうすごいっすよ。約束は約束じゃないですか。15歳になるまでって。ねえ、ルーデウス。お母様から習ったんだけど、恥ずかしいから一回しか言わないの。私、ルーデウスの子猫が欲しいにゃん。はい、落ちた。
これもびっくりしました。俺もほんとびっくりした。まあまあここはねもう、ここはもう多分またどうなんだよって叩かれそうだけど、もう十分でしょ、流れ的にはもう十分だと思うよ。ただ俺エリスちゃんが最初だっていうのは意外だった。てっきりシルフィーかなと思ったんだけど、で 大穴でまあロキシーかなと思ったんだけど、おおまあなんか納得の流れ。さあここは果たしてブルーレイでこうもうちょっといい感じにな、いい感じっていうかまああのまあワンクール目のそのパウロさんとねお母さんみたいな感じに表現が過激、表現っていうか画面が過激になってるのかは、まあ、ちょっと買ってみてからのお楽しみじゃないかなって感じですよね、うん、おはよう、いい朝だねショ君。どうしたんだいそんな暗顔して。君も経験してみないよ、笑顔になれるさ。そしてこんにちは、今日から僕も君たちの仲間入りさ。いわゆるリア充ってやつだね。あっと、もうこんな時間か。失礼、彼女との予定があるとかね。ほら、いつ朝だよ、起きて。起きないとビーカスしちゃうぞ。正直ここはね、なえた。なんだ、恥ずかしがってるんだな。いや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 、と思って。そしてびっくりね。エリスの髪が。落ちてるんですよ。長い綺麗な赤髪がこう、まあ女性あるあるで。女性あるあるだけど、なんか振られたりなんかこう決断した時にこう髪をこう切るっていう、髪を短くするっていう、あなんか変なことしちゃって髪を短くする。まあ、多分修行の旅に出たんでしょうね。現状だとルーデウスと釣り合いが取れない。まあどういう意味かっていうと、まあ多分その実力的にっていうんですかね。まあここも意外でしたね。ちょっと最後のこのルーデウスのガチ泣きするところ、はい、ということで、終わりました。夢現実ね。まあ最初のねこのルイジェルドさんとのお別れ、まあ目的地に着いたので、ね、ルイジェルド、まあデッドエンドの旅はここで、終了ということでね。ルイジェルドさんは、まあ、まあ、大陸に戻ったんでしょうかね。大丈夫ですかね、一人でね。まあ、そのね、呪いもこう、どんどん薄れつつあるんで、まあ、これからのことは大丈夫でしょうということはね、人神に、からこう、教えられたということでね。まあ、また、絶対登場すると思うのでね、ルイジェルドさんはね。はい。で、そしてその後にか、エリスちゃんが住んでたね、町に行って、まあ、残念ながら、これびっくりしたんですけど、お母さんとお父さんもね、サウロスさんはこう、首跳ねられたシーンが、その1話だったっけ ?2 話だったっけ忘れちゃったけど、そこでこう、衝撃的なね、死刑を食らって、もしかしたらエリスちゃんたちはこの、旅に出たっていうのは、その、そいつらをやりに行ったのかも、まぁちょっとね、変な俺だったらやりに行くなって思ったんで、そのね、だって災害だよ魔力災害。もうあんな天才でしょ、それの責任とかはさ、知らねえよみたいなね。はい。まあ、あとは多分まあ、単純に修行の旅ですよ。ね。エリスちゃんは、めちゃめちゃ、才能があるということで、ルイジェルドさんとは、竜神にもね、オルステッドにもめちゃくちゃすごい多分才能が、もうこの旅でもわかるでしょ。エリスちゃんの成長具合。まあ、いろんな意味での成長具合ね。はい。まあ、そして最後のね、ルーデウスとこう、まあ、一晩を共にするということで、まあ、二人とも大人の階段を登ってしまったと。約束はね、ルーデウスが15歳だったけど、まぁ、ちょっと前倒ししてね、まぁ、いろいろあったからね、
まあ、しょうがない。いろいろあってもね、家族もいなくなって。まあ、ただ気になったのが、確かお兄ちゃんたちがなんか、お兄ちゃん一人だか二人だか、なんかね、まあ、どっかのところにこう、取られて、だそれでお母さんがこう、ルーデウスをちょっと目の敵っていうか、まあ、最終的には溺愛してたけどね。っていう話も聞いたんで、まあ、家族全員いなくなったってことじゃなくねと思ったけど、まあ、エリスにとってはもう、家族は彼らだけだったってこともあるし、まあでもね、ギレーヌさんもいるし、ルーデウスもいるし、まあ、彼女は今後、まあ、強くなって帰ってきて、まあ、ルーデウスの奥さんになるのかはちょっとわかんないですけど、まあ、見事、事情を共にしてね、びっくりね、噛み切って旅に出て、まあ、ルーデウス最後泣くっていうのがね、ハローエブリバーディーミー、ね、私も経験したぜみたいなね、あのくだりはちょっと泣いたけどね、いやいやいや、ちょっと待てよとね、まあ、そういうキャラクター、今までそういうキャラクターでやってきたから、まあ、そういうのやりたいのはわかるんだけど、なんかちょっとさ、そこはなしにして、もう目覚めて、すぐエリスいないのかって、こう、パーって見て、いない。どうしたんだ？紙見て、手紙見て、うわーってなるならよかったんだけどさ、ハローじゃねえんだよ。なんか違うんだよね。なんかそこだけはちょっとね、俺は、嫌いだなと思った。うん。違う違う違う、そうじゃない、そうじゃないと思ってさ、ね。お母さん、お父さん、おじいちゃんが亡くなっても昇進しきってる女の子が呼ばいしに来て、もう、ちょっと耐えたけど、まあ、無理ってことになってね。はい。まあ、そんな感じですよね。うん。ということで、次はもう最終回。いよいよ最終回か。いや、きっつ。きついっすね。うん。きついけど、もちろん。楽しみではありますし、まあ、絶対2期やるでしょ。まあ、やらないわけないでしょ。ね。人気高いと思うよ。わかんない。俺、みんなの評価とか見ないから、ネットのか、ネットで、こうなんだろう。まあ、チラッとは見るけどね。チラッとは見るけど、なんか、これが、円盤がこんだけ売れてますとか、そういうのは全然見ないんで。まあ、多分面白いですよね。あと、普通にこう、俺が動画出しても再生数がそれなりに取れるっていうことで、みんなの注目なのは間違いないし、間違いないということでね。絶対2期やりますって。絶対大丈夫。ね。今後ね、学校に行くっていう、ま、単行本の表紙でわかるしね。はい。まあ、それもね、楽しみ。そしてお母さんも早く見つけてほしいということでね。そしてシルフィーもね、はい。また、登場してほしいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。では、バイバイ。